なるほどね。ああ。もうなんか中学生に見えなくね。中学生には見えねえけどな、なんか。冷たい夜の風は、夜半だってのかな、これ。夜半過ぎから、夜半か。過ぎから、とうとう雨に変わった。テントとかなきゃ大丈夫。だけれども、ここはとても暖かい。夢のように、心地よい体温と香りに包まれた場所だった。再び漕ぎ始めてから数分。私たちはようやく一つの古ぼけたトタン製の待合室のついたバス停らしきものを見つけることができた。先般はあのじいさんだろ、完全に。何時間焦がせてんだよ。4時間近く焦がせてやっと着くところが。あのじいじい。じいじい、田舎のちょっとはちょっとじゃねえんだよな。だけど、そのバス停はどう見ても営業中のようには見えない代物だった。じいじい、じいじい、あの野郎。時刻表はかすれて消えかかり、錆びて今にも折れそうなほどボロボロだ。待合室の様子も時刻表とどっこいで、昭和40年頃に流行った蚊取り線香の看板やインスタントカレーの看板たちが墓石のようにように張り付いている。そんなもんもあんのか。そんな錆びて穴だらけのトタンの壁が山から吹き下ろす夜風を受け止めて、ベコベコ、ベコンベコンと悲しげな鳴き声を上げているような場所が、今夜の二人にはかけがえのない巣になった。巣になったって表現いいな。いいな、これ。一人でいたら泣き出してしまうぐらい、怖い状況でも、天下くんといれば平気だった。私たちは、そんな待合室に荷物を入れると、床にマットと寝袋を敷いて、二人で抱き合って眠った。私の体を心配して、天下くんが一緒に寝て温めてくれたのだ。おかげで、今は腹痛もかなり落ち着いている。でも、明日は二日目だから、今日よりもっと辛いだろうと思うと、今から憂鬱になってくる。腹痛はきついよね。腹痛って本当神様に寄りたくなるような、どうしようもないものだしね。きついよね。まあ、この辛さはなんか人それぞれらしいけど。私、男の子に生まれたかったな。思わず弱気な心が口から漏れてしまった。なんで？びっくりした。てっきり寝てるとばかり思っていた天下くんが聞いていたなんて。だって生理なんて辛いばかりでちっともいいことなんてないよ。まあな。その辛さは男にはわかんないな。そうだな。でしょ。それに男の子だったら天下の家に遊びに行っても泊まっても今みたいに叱られることなんてないと思うもの。私が男の子だったら誰よりも天下のことを助けてあげられるもの。いつも一緒にいて天下の行くところを一緒に走って行って助けてあげられるのに。今でもそうだろ。そうだけど、そうじゃない。一緒にいたいけど、私の足じゃ天下のスピードについていけない。今日みたいに女の子の事情で助けてもあげられない。結局、女の子じゃ天下と一緒にいることはできないんだな。そうか。光が男でも女でも、俺は一緒に旅がしたいけどな。だって、それじゃあ天下ばかりが私の面倒を見て負担になっちゃう。負担じゃないって。嘘。さっきも言ったけど、お前って自分の凄さが全然わかってねえよ。俺からしてみれば、お前がいるからこそ俺は旅ができるんだな。いつも感心してるのに。なんで？私何もしてないよ。してる。でもそれに自分で気がついてねえんだよ。何をしてるの？例えば料理。俺お前の作る飯大好き。
あんなのただのインスタントだよ。でも俺の作る飯とは違うよ。ちょっとした味付けとか追加した具とかさ、光の作るご飯って不思議と食べたって気がする。他には？お前がバカみたいに素直な笑顔で笑うとこ。でもってその笑顔で天下ならできるよって言うだろ。俺あれにめっちゃ弱い。へえ。それに極めつきはさっきのあれだな。あれ？絶対に負けたくないって言った時のお前の顔。私の顔？ああ、すっげえかっこよかった。ああ、俺はこいつにだけはみっともないところを見せたくない。チラッとでも親父に電話しようとか考えていた自分がみっともねえって思った。お前は光なんだよ。旅の空から降ってくる眩しい光なんだ。その光が疲れた俺の体を癒してくれるし、風を起こして俺をまた新しい旅に出る力をくれる。だからすげえ、ありがとう天下。でもね、本当は違うんだよ天下くん。私はね、明穂さんの言う通り嘘つきなんだ。私がオーロラを見に行きたかったのは、本当はお父さんとお母さんの離婚をやめさせたかったからじゃない。ううん、それも理由の一つだけれど、本当の願いはそうじゃないの。私の本当の願いは、あなたの心の中に私を、島田光という女の子をいつまでも刻みつけておきたかったから。天下くんのオーロラへの思いを利用しただけなの。ごめんね。あなたの隣にいる戦友の正体は、あなたが好きで好きで好きで、いつもその手に触れたくて触れたくて、あなたのこの腕を独り占めしたくてついた嘘、独り占めしたくてついた嘘で身動きできなくなっているただのバカな女の子なの。ごめんね天下くん。もう私のわがままに付き合わなくていいからね。分かってねえな、本当に分かってねえな。あれ、明穂さん、明穂さん、え？ちょっと待って。はあ、しかし偶然ってあるものなのね。いや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 、絶対 GPS がつけてるでしょ。花巻から少し北に行ったところにある、芝の、サービスエリアでヒッチハイク用の車を物色していた私たちに、そういうこと？クラクションを鳴らしてきた車に乗っていたのは、なんと日光で別れたはずの明穂さんだった。まあ後から来るとは思ったけどさ、2時間だっけ？あそこでヒッチハイクしようとして粘ってたの。私が通りかからなかったらどうするつもりだったのやら。本当に助かりました。でもいいんですか？やとにしか見えない違うな多分。なんて遠いところまで送ってもらっちゃって。ああ、それは平気。どうせこの辺りで撮影した後は温泉にでも使ってだらーっとするつもりだったからね。あきほさん一人で旅行してんの？これ撮影旅行してんのかな。大学は？あ、そっか、夏休みか。大学生の夏休みか。時間あるね大学生って時間があっていいですね。そうよ、ひかりちゃんも早く大学生になっ、早く大学生になったんさい。方言かな。どうす、そうすれば天下くんと同棲だろうが、と、通い婚だろうがやりたい放題だからそうだけどさ、そうですけどさ、通い妻になれますけどさ。また敵対しなくなったから、なんかあれだな。なんか仲良くなったな、この二人は。
相変わらずのアキコさんのツッコミに苦笑いを返しながら、後ろ席でいい、この言い方、後ろ席で休んでいる天下くんの顔をちらりと眺めた。ああ、俺が後ろね。そっか、女性陣前ね。よかった、よく寝てる。ああ、そういうことか。一夜を明かしたバス停を後にした私たちは交代で自転車を漕ぎながら花巻を目指した。バス停とか道も何も分かんなくねえか。バス停もジジイの嘘だったからな。まあ、結論から言えば、あのおじいさんが言っていたバス路線は何年も前に完全に廃止されていて、バス停も撤去されていたために見つからないのは当然だったのだ。ああ、あったのね、もともと近くに本当に。そっか、ジジイのせいじゃねえか。ジジイのせいで地獄だったじゃねえか。唯一あの待合所にあるバス停だけが撤去するにも費用がかかるという理由で残されていたらしい。ああ、よかったよかった。その幸運に恵まれたバス停と別れて、花の巻を目指して、7時間。さらにそこから、芝のサービスエリアに入り込んで、私たちは北へ向かう車を探すことにしたのだった。7時間!7 時間さらっと言ってるけど、7時間そりゃ疲れるわ。よし、光、手分けして乗せてくれそうな車を探そうぜ。天下くんと二人、いろいろな車を訪ねて私たちを運んでくれないかとお願いしたけど、やっぱり慣れないヒッチハイクはなかなかうまくいかなかった。日本だしね。やがて天下くんの姿が駐車場の果てに消えるといなくなったな。私はあることを実行するためにレストハウスへと向かった。何？ガシャン。公衆電話の受話器を取り上げ、テレホンカードを入れて家のナンバーをプッシュする。あー、また場所を逐次報告しちゃってる感があるな。呼び出し音を聞きながら天下くんの顔を思い浮かべる。彼は私の裏切りを怒るだろうか。女の裏切りぐらい受け入れられなくて何が男だ。それでも今度のことで天下くんに責任を負わせることだけはできない。もしお父さんたちが誤解しているのなら、それだけは解いておかないと。ああ、そういうことか。誤解を解こうとしてるの。嘘、こんな時まで留守なの。娘がいなくなってすら私の両親は心配してくれていないのかと諦めにも似た気持ちが湧き上がってきた時。はい。あ、お母さんか。違うな。なんかあれかな、ハウスキーパーさんかな。はい、はい、島田です。少し緊張したお母さんか。お母さんの声がした。あ、いた。思わず漏れてしまったそんな間抜け声が、久しぶりの親子の対面の第一声になった。あなた、光？光なのね。なんか、いやもうなんか玉枝と被るとこいろいろあるよな。うん。どこに行っていたのこの子は。こんなに心配させて。かけて。ごめんなさい。本当に、お父さんは警察にまで電話してしまって、お母さんだって先生から呼び出しを受けたんだけど、恥ずかしくて学校に行けやしないわ。ばあばあ。ごめんなさい。帰ってきたら、もう二度と自転車なんか買ってあげませんからね。それから、母さん、担任の先生にも。何？お父さんは病院よ。まったく、娘が行方不明だっていうのに警察に電話した後は何もしやしないんだから。あの人にとっては子供より仕事の方が大事なのよ。殴っていいか、子供にそういうこと言うな。お父さん、天下くんの家にも電話したでしょ。あら、よく知ってるわね。もちろん大事な娘を連れ出して傷物にしたドラ息子の不良親父にも文句を言ってやりましたよ。私も無事に帰ってきたら、あの親子は誘拐罪で訴えてやると思ってるのよ。だからあなたも早く帰っていらっしゃい。今は一人なんでしょ。あの子に見つかる前に早く帰っておいで。お金なら心配しないでいいから。違うの、お母さん。何が違うの？天下くんが私を連れ出したんじゃないの。客なの。私が天下くんを。
何をバカなことを。この子は今さらあんな不良をかばうことなんてないのよ。今度のことはあなたが被害者なんだから、お母さんから先生にも警察にもちゃんと説明してあげるからね。待って、お母さん、違うの。何をそんなにわがまま言ってるの。本当にあの人が勉強ばかりやらせてしつけをないがしろにするから、親の言うことも。いい加減にして、お母さん。私はお母さんやお父さんのおもちゃや自慢のための道具じゃないのよ。私の成績が良かったのはどっちの手柄だとか、私の帰りが遅いのはどっちが悪いからだとか、なんて、そんなの全然関係ないんだから。兄を言うの、光。お母さんはずっと光のためを思って、私のためを思って、放任してくれていた？そうよ。光ももう中学生なんだから、自分の行動に責任を持てる年でしょ。だからお母さんは、カルチャーセンターに通って、夕ご飯を作らなかった。それは、市の作文コンクールの表彰式があった時も、旅行が忙しくて来られなかった。一緒に受賞した子のお父さんやお母さんが嬉しそうに頭を撫でてビデオを撮ったりするのを見て、私がどんな気持ちだったと思う。それは、お前はよくできる子だから、先生から報告を受けるだけで、いいか、と。私ね、寂しかったんだよ、お母さん。怒り。私は、寂しかった。私はずっと寂しかった。学校から家に帰った時、履いているはずのないと思いながらも、影を回す瞬間も、電子レンジで温めたご飯を一人で食べている時も、ご近所から苦情が来るぐらい大きな音でテレビを見ていた時も、消した途端に襲ってくる静けさが怖くて寂しかったんだよ。だから天下くんちに助けを求めたの。天下くんはそんな私を何も言わずに迎え入れてくれたわ。たとえどんなに お父さんやお母さんから悪者にされても、私とお母さんたちの仲をこじらせないために自分が悪者になってくれていたの。そりゃ一番悪いのは、これまでずっとお母さんたちの顔色を伺って本当の気持ちを騙してきた私だけど、天下くんはそんな出来損ないの私たち家族のためにずっと苦労してお母さんたちの代わりに私の寂しさを埋めてくれていたの。光、私、帰らないわ。本当はこれ以上天下くんを巻き込まないように私が降りるべきだと思って電話したのだけれど、気が変わったわ。私たちは旅を続けます。あなたたちの手が届かない北の大地で夢をつかみます。だからもう邪魔しないでね。ちょっと待ちなさい、光。